延命寺は愛知県知多郡南知多町諸崎に所在する仏教寺院。曹洞宗の禅寺。山号は亀翁山。本尊は地蔵菩薩。近くには羽豆岬、諸崎港、諸崎漁港市場がある。山門は奇跡表記花京都の市街と郊外の景観や風俗を描いた洛中洛外図屏風を所有。知多半島水軍の将、稲尾重政の戦利品。大阪の陣で奪取した豊臣方の御座船にかくまわれていた姫御前と共に領主仙岳に上納され、延命寺に預けられたと伝えられている。落款がなく、作者が特定されていない。詳細な制作時期も歴史研究者の考察対象となっている。制作時期の考察でポイントと見られているのは二条城と北野天満宮。造営、増築などにより、建物の特徴や構成が年々刻々変化しているため、描写風景が制作時期の判断を分けることになる。洛中洛外図屏風延命寺元右層には、洛東の左層には、洛西の名所、寺院仏閣や、公家屋敷、町屋が描かれた、全体に金箔が施された、四本金磁着色、六曲一層の屏風。右層に鴨川、左層に桂川、渡月橋が配置され、右層左層を通し、祇園の御例会=祇園祭の山鉾、おみこしの行列が流れる。行列には、武士、町人、商人、南蛮人など多彩な人物が描き込まれ、牛、馬、犬の家畜、五酉も見られる。全面を金泥の雲が覆う豪華さと、人物や建物、建材や布地などの描き分けが繊細な作品となっている。延命寺には、明治の小説家、小栗風陽が投留した書院が残されている。小栗風陽は、1875年、愛知県半田市生まれの小説家没。文学に志を持ち尾崎紅葉に入門。幸田露伴や田山片平との交流もあった。尾崎紅葉が亡くなると、未完であった、金色夜叉の続き、終わり編、金色夜叉を執筆した。哲学者、梅原猛は、小栗風陽の甥い。この縁により、梅原は延命寺を訪れ、小栗風陽没後80年記念碑の序幕に立ち会った。記念碑の、無為は、梅原の揮毫による。無為は1910年に、中央公論で発表された、小栗風陽の小説。諸崎と延命寺を舞台にした物語で、集落にあった旅館や食堂、岬の風景が描写されている。知多半島先端の羽豆岬は、伊勢湾と三河湾が交わり、伊勢にも近く外洋にも出やすい、尾張藩にとっての軍事と商業の要所だった。羽豆岬には、羽豆岬城が置かれ、尾張藩の船奉行を務めた仙岳が守りについた。また、仙岳一族の屋敷があったのが、現在の延命寺大和前とその背景の丘の麓であった。現在でも延命寺の丘を登ると、羽豆岬と諸崎の集落が見渡せる。仙岳は1562年に千賀重親が徳川家康から船奉行を命ぜられ、伊勢湾及び三河湾の警護のため羽豆岬城へ入った。徳川家康の関東入りに伴い仙岳は一旦伊豆に移るが、再び羽豆岬に戻る。関ヶ原の戦いの後は羽豆岬城を破却しその古材で諸崎の集落に屋敷を築き住んだ。延命寺は仙岳の菩提寺だが、仙岳歴代墳墓は、南知多町豊浜の曹洞宗智水山清修寺に、あるより、諸崎は、古くからクジラ漁が行われていた地。クジラの漁をする、クジラ市の岬、=、諸崎。諸崎のクジラ漁は、仙岳により推奨され発展した。諸崎は、日本の捕鯨の発祥地とされている。文献は、西海クジラ芸記。潮州雑誌。詳しくは、小松正幸、歴史と文化探訪日本人と、クジラにある。亀崎の水軍の将、稲尾重政は1614年、大阪の陣に船団を率い参戦。大阪木津川の中州で、豊臣軍と対峙した。その後、豊臣方の御座船を抑え、大阪丸をはじめとする敵船を奪取。稲尾重政は、高い戦功を挙げ、徳川家康から直接褒美を賜るなど武勇を轟かせた。稲尾重政は母の実家である千ヶ家に身を置き、諸崎の丘から眺める海を好み、大阪の陣以降を諸崎の地で過ごす。遺言通り、稲尾重政の墓は延命寺の海の見える高台に置かれ、現在もその場に立っている。その場から天気の良い日は富士山を見ることができる。大阪の陣の武功により、稲尾重政が持ち帰ったのが、洛中洛外図屏風。同じく、豊臣方の大阪丸にかくまわれていた、姫御前を諸崎に連れて帰り、その美しさから、玉姫と呼んだ。稲尾重政は玉姫を延命寺で世話をすることにしたが、隙を突かれ、玉姫は隠し持っていた懐刀で喉を突き違いして果てる。稲尾重政は、姫塚を立て懐刀と共に、玉姫を埋葬した。現在も延命寺の境内に、五輪塔の姫塚は立っている。延命寺には、明治から大正期の小説家が逗留している。一人は、明治期の小説家、小栗風陽、尾崎紅葉に師事し、金色夜叉の続編を書き上げるなどで活躍。小説、無為、曲講など、延命寺書院で執筆活動をしたとされている。もう一人は、大正期の小説家、広津和夫。広津和夫自身が、父親が病気療養する諸崎を訪れ、羽津岬などを散策した心象が、小説、崖で描かれている。ありがとうございます。